guys! キーラブのみさとです。こんにちは。日本はだんだん冬になるところですかね。ニュージーランドはやっと暖かくなってきました。長い冬が終わって最近夏らしくなってきました。日中はだいたい21度、20度くらいまで上がるようになって、まだちょっと朝方とか夜は寒いんですけど、やっと暖かいニュージーランドになってくれて、もう本当嬉しいです。で、今日はニュージーランドウェリントンのシェアハウス、まあ、家についてちょっとお話ししたいと思います。と日本と全然違くて、日本は一人暮らしが当たり前なんだと思うんですけど、まあこう一人暮らし用のアパートに自分の部屋もトイレもお風呂も全部ある、でも本当に自分だけのスペースに住む日本の一人暮らしっていうのはこっちは全然一般的じゃなくて、まあちょっと家賃が高いっていうのが多分根本にあると思うんですけど、まあ一つの一軒家とか、あとまあ家族用なのかな、2部屋とか3部屋とかあるようなアパートとかマンションをこう誰かと一緒にシェアして住むのがこっちの基本になります。本当に学生とかだけじゃなくて、社会人、普通にフルタイムで働いてる人たちでもそういう風にシェアハウスに住んでる人が多いと思います。シェアハウスなんですけど、まあ、自分用の部屋がもちろんあって、でお風呂、トイレ、キッチン、リビングルームはこうシェアハウスの人たちと一緒に共有するような形になります。まあメルボルン、私がメルボルンにいた時はその部屋ですら誰かと一緒にシェアすることが基本だったんですけども、本当に自分のスペースは全くなくて、6畳とか7畳の小さい部屋に2段ベッド置いて、でもそこに本当に見ず知らずの人たちと一緒に住むようなのがメルボルンだったんですけど、まあ、ウェリントンは、まあ、基本的には自分用の部屋はあって、でそこは本当に自分だけのスペースで、フラットメイトの人たちとこうそういう共有スペースを一緒に使うようなのが、まあ、こちらの基本になるかなと思います。フラットメイトなんですけど、まあ、もちろん友達と一緒にこう家に入ることもあるんですけど、基本的にはこの家で初めて会う人たちと一緒に、まあ、一軒屋根の下で生活することになると思います。私も今までずっとそうでした。とフラットの探し方なんですけど、基本的には Facebook か TradeMe っていうウェブサイトで探すことになります。と Facebook はフラットメイトウォンテッドとか、あとビッグリードとか、そういった掲示板があるので、そこをチェックすると、この家でフラットメイト探してますよとか、とこの家空きがありますよとか、そういった情報を見ることができるので、そこから探すことになります。あとトレードミーっていうウェブサイト、基本的に私たちはその2つフラットを探してます。とそのどちらのサイトもなんですけど、こう何部屋あってバストイレはいくつあるのか、で何人のフラットメイトが住んでて、どういった人が住んでるのかとか、あと写真を載せてくれてるので、どういった家なのか、リビングルームとか自分の部屋になる部屋はどのくらいの大きさで家具があるのかないのかとか、そういった情報を書いてくれてることが多いので、まあ、その情報を見て気に入った家があれば、その投稿してる人に連絡をして、でビューイングって言って下見をアレンジしてもらうようになります。まあ、基本的に電話番号か、あとまあそのウェブサイトを通して連絡ができるようになっているので、でそのポストしている人と連絡を取り合って、で実際にフラットに行くようになります。で大抵そのビューイングの時にもう家の中全体と部屋を見せてくれるので、まあ何人住んでて、フラットメイトはどういう人たちで、あとどのくらいの広さの部屋で家具があるのか、とか日当たりとか、まあ、そういったことを全部見せてもらって、自分に合ったフラットなのか、まあ、ちょっと
違うかなって思うのか、まあ、そういったことを判断するようになります。あ、このフラット気に入ったなって思ったら、そのビューイングをアレンジしてくれた人に直接連絡して、でこのフラットとても気に入ったので入らせてくださいっていうような内容の連絡をします。で他にもビューイング受け付けてることが多いので、そのビューイングに来た人の中から一番そのフラットに合う人を選ぶようになるので、まあ正直必ずしもビューイングに行ったからって言ってその家に入れるわけではありません。まあ余裕を持って探すことをおすすめします。あらかじめ確認しておいた方がいいことが何点かあるので、そちらもちょっとお話ししたいと思います。とまあもちろんなんですけど、レント家賃はいくらなのか、あとボンドっていう前払いのお金があるんですけど、まあ日本でいう敷金礼金みたいなお金なんですけど、まあ、そのお金は結構な額になることが多いので、だいたい家賃の2週間分から4週間分になることが多いので、だいたい500ドルから1000ドルくらいを払うことになります。そのボンドは自分がそのフラット出るときに何も問題がなければ返ってくるお金なんですけど、まあいきなり大きい出費になるので、まあ、そのボンドがいくらなのか、自分がすぐ払えるのか、まあ、そこを確認するためにもボンドがいくらなのかは絶対に聞いといた方がいいと思います。で、あと光熱費はどうやって払ってるのか、まあ、大抵1ヶ月に1回そのフラットに住んでいる人たちと一緒に割ることが多いんですけど、たまにレントの中にその光熱費が入ってる、含まれてるフラットもあるので、まあ、その光熱費に関しても聞いておいた方がいいと思います。結構冬場はのヒーターとか使うと一気に光熱費上がるので、まあ、そこら辺は確認しておいた方がいいと思います。あとその部屋に家具がもともとあるのか、自分がそのフラットを出なきゃいけなくなった時に代わりに入ってくれる人を自分で見つけなきゃいけないのか、別に見つけなくてもいいのか、実際ここのこれが結構問題になることが多いので、結構人探すの大変なんですよね。で見つからないと、その見つからない間自分引っ越したのに住んでないのにその部屋にお金を払い続けなくちゃいけなくなっちゃったりすることも実際あるので、そこは絶対確認した方がいいと思います。あとリースっていうのがあるんですけど、まあ、契約期間になるんですかね。リースが1年間っていう場合は、1年間はその家に必ず住まなければいけないっていう約束の期間になって、で基本的にもしそのリースを破ってしまうと追加のお金を払わされることが多いです。で私1回リースが1年間のフラットに住んだんですけど、ちょっと事情があって半年で出なきゃいけなくなってリースを破って出たので、200ドルの追加のお金を払わなければいけませんでした。まあ、そういったリースがあるフラットもあるので気をつけてください。まあ、リースがないフラットももちろんあるので、まあ、そういったフラットは大抵ノーティス期間っていうのがあって、でこのその出るって決めた日から、まあ、2週間だったり4週間だったり、まあ、フラットによるんですけど、その出る前にこのフラット出ますよっていうお知らせをしてからそのフラット出る、で特に追加のお金はないっていうフラットもあります。なのでそのフラットによってルールが全然違うので、必ずそちらは確認した方がいいと思います。まあ、やっぱり住むところって大事だと思うので、しっかりその家のルールだとかお金の面だったり、そういったもの契約書はちゃんと読ん でトラブルがないように家探しはしてください。まあ、そういったところ気をつければやっぱりいろんな人たちと出会えるし、いろんな文化に触れられるし、本当にいい経験になると思います。でちょっと週末に一緒に飲んだりとか一緒に映画見たりとか、なかなかそういった経験って日本じゃできないので、本当にいい経験になると思います。私も特に今まで大きなトラブルはなかったので、フラットメイトが掃除しなくてとか、キッチン汚して全然片付けないとか、まあ、そういったモヤモヤはもちろんあったことはあるんですけど、まあ、そこはちゃんと
溜め込まないでちゃんと掃除してとか、そういった一言でコミュニケーション取るだけで解決することが多いので、日本人は結構、ね、溜め込んで言えないことが多いと思うんですけど、まあ、海外に行ったらちゃんと思ったことをはっきり言って、トラブルなるべく避けるようにしてください。じゃあこれからちょっと私の今住んでるフラットのキッチンとかをお見せしたいと思います。日本とちょっと違うところもあるので面白いかなと思います。行ってみましょう。これが私が今住んでる家のキッチンになります。そう、日本と大きく違うのはこうやって備え付けのオーブンがあることが多いです。まあ、この家はこうやってガスで、あともう一個違うのがディッシュウォッシャー、こうやって備え付けのディッシュウォッシャーがあることが多いです。あ、人数多いと一気に洗っちゃいます。とまあ炊飯器があってケトルがあってこんな感じですかね。あとこのトースター、私このトースターあんまり好きじゃないんですけど、飛び出てくるタイプ。まあ電子レンジは一緒ですかね。あと冷蔵庫があって、まあ、こうやって食べ物普通にみんな入れてて、まあ、シェアしてます。あとはこうやって食べ物、自分たちの調味料とかシリアルとか置いといて、こちらもシェアしてますね。食器類とかカトラリーとかは全部シェアで使ってます。この家はここに洗濯機があって、乾燥機がある家も結構多いですかね。でここはリビングルーム、ここでみんなで映画見たりしてます。大きいテレビもあって、でこうやってベッドルームがあって、ここはシャワールームとトイレ、こうやって一緒になってるのがこっちの主流ですかね。いかがでしたか。今回はウェリントン、ニュージーランドの家事情についてお話ししてみたんですけど、まあ、結構日本と全然違うので、まあ、ちょっと日本の一人暮らしが恋しいのが正直なところですかね。まあでもいろんな経験できるし、今のところ私楽しくフラットで過ごしてるので、まあもし海外に来る機会があったらぜひこういったシェアハウスに住んでみてください。今回楽しんでくれたら嬉しいです。ではまた次のビデオで。じゃあねー、バイ。